こんにちは。久しぶりです。10切れ1球 24.7%。下がりに下がりましたね。初段に行きかけていたのは何だったのか。でもね、お前が先手だ。もうしょうがない。そう。なんか自分で指してて、いやー下手くそやなって思うんですよね。試験飛車。負けて、うん、当然というか、ソフトで自分の指し手を見たりすると、もうことごとく悪手を指してるっていうか、しょうもない手を指してるんですよね。いやー参った参った。俺も三間にして766を取られないようにねしていきましょう。で、歩ついて、相手角道止めてるんですね。若干珍しいかもしれないね。さあ、金無双。お互いに金無双で、うん、ほぼ同型ですね。引っ越しとくか、うん、さあ交換してくるか、うん、取ってくるんか。5-5ですかね。そうですね、ちょっと待って、角たぜ、角で取れるかな。これはこれはちょっと5-5ですかねとか俺も言ってたじゃん。これはちょっと、うん、事故のようなやつでしたね、うん、28%。そうですね、せっかくもうこれ最後の一曲なんですよ。なんで久しぶりにあげようかなと思ってたんで、これあげたいんだけどな。そうですね、最近はこんな感じで、うん、連敗した時とかは悲しみに満ちてますね、うん、最近こんな感じなんですよ。勝てないっていう、初段の人に全然勝てなくなってきて、まあ初段じゃないわなっていう感じですよね、うん、俺がね、うん、月別段9位とかもねグーグー下がって。先月12月はね 1.11 段とか言ってたんですけどね、今月は負け越してんのか、うん、なるほど。 1.379 ってことですから、まあ2級台ってことですよね。なんでこのクイズでもやるか、なんかクイズやるか。これ全然やってなかったんですけど、俺が指したやつかこれ。なんだこれ、こんなんあったのか。俺こんなことなってたの。はあ、8-6金。俺が指した手なんだよねこれ。全然覚えてないなこれ。8-6金かな。さすが。へえ、優勢なんだ俺。優勢なんだ俺。へえ、これ互角。俺これ指したんか。何これ。こんなんいい手のわけないよな。取られるだけやんか。次。はあ、なんだこれ、記憶にないなこれも。74飛車。
6三銀成、7四飛車じゃない？ピンポーン。はいはい、これで互角、これ大劣勢。なるほど、記憶にねえなこれ。こっちは、これは若干覚えてる気がすんな。なんかあったなこんな。これでね、確か負けたんですよね。ああ、俺これ刺したと思うんですよね。で、うん、数で負けて、どんどん剥がされてって感じで。こっちがいいんか。残念。え、あれ？嘘。俺これ刺したと思うんですけどね。刺してないのか。な、覚えてるとは何だったのか。まあでも悪いんだな、それでも。いやー、なるほどね。あー、筋血を打って、あー、これはなんか記憶はありますね。これはどうなんでしょうね。6五角、5八金。これは5七の地点を破られると思ってこう上がったんじゃないの。上がったんじゃないの。正解です。俺上がってないってことこれ、つまり角出たのか。これなられるよな。いや、めっちゃ悪いと思うこれ。はあ、あれ、これなんかさっきと同じ局面じゃない？あれ？同じじゃないかこれ。え、全く同じ将棋を指したのか。そんなわけないよな。ピンポーン。ほいほい。あ、ランダムって、ランダムってあれか。ああ、過去のクイズ。なるほど。そういうことか。はい。という感じでした。ありがとうございました。